Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ランです、今日はですね、以前のインスタグラムにも載せたんですけれども、先週に兄がまたイタリアに出張があって、でイタリアに行くたびに私がキコでいつも何か買ってきてほしいって商品のインフォを送るんですけれども、いつも何個か送っても一つぐらいしか見つけられないということで、今回はこれ一個だけ買ってきてもらいました。これはですね、かなりかっこいいパッケージなんですけども、開けるとこんな感じで5色のクリームタイプなんですけれども、まあちょっと固めのクリームのカラーコレクターになります。で、紫、グリーン、明るめのオレンジで暗めのオレンジ、まあ、サーモンピンクみたいなやつで、あとハイライターとしてちょっとキラキラしている、ベージュ、まあシャンパンゴールドというか、ちょっとピンクがかったゴールドのラメが細かいのが入ったものが中心にあります。はい、なので、今回これを半分使ってみて、どんだけ実際こういうものが変わるかを見ていきたいと思います。はい、では早速いきたいと思います。ではまずはじめにですね、この鼻周りが本当に最近ずっと赤くて、で他のメーカー、まあエルフなんですけども、アイハブからエルフのグリーンのリキッドのカラーコレクターを買ってみたんですけども、あれは本当にテクスチャーが薄すぎて全然カラーコレクターできていなくて、でファンデーションをもうそのまま塗ってもやっぱりこの赤みは取れないので、今回こちらのグリーンを使っていきたいと思います。でこれはね、もう指かまあブラシでいいかと思うんですけども、ちょっと固めのテクスチャーなので、ちゃんとカラーがグリーンとして出るので、柔らかすぎてもう薄かったら本当に全然意味がなかったので、これぐらいでいいと思います。で今回は比べるので、こっちだけ先にやりたいと思います。あとね、ここの下って赤くなるのよね。あとここら辺も赤みがあるので薄く伸ばします。こんな感じかな。そしてこの目の下はこちらの薄いオレンジの方を使いたいと思います。これもまあまあ綺麗に塗るかな。ただ少し硬いので、ちゃんとアイクリームとかで保湿をしっかりしていないと、シワにどんどん入っていきます。もうこれだけですごい明るさが出たかと思います。この紫はね、多分透明感が出るというやつなので、黄みの強い人にはいいというやつなので、でもね、どこに塗ろう、黄みの強いおでことか。鼻がやたらオレンジなので、ちょっとこれで色味を消そうかな。どうでしょう、右と左。そしてこの上からですね、ファンデーションを塗るんですけども、まあどのファンデーションでもいいんですが、私はちょっともう日焼け止め塗っているので、久しぶりにこちらのマックのフェイス&ボディ、こちらの私は N の、C の 2 を使いたいと思います。もうね、春間近になるとこういう薄いものがすごい気になるので、はい、でこれはですね、ちょっともう手でいこうと思います。
でブラシでもいいんですけども、このファンデーションね、手の方がうまくつくんです、なんかね。はい、できました。半分、こっちは完全すっぴんで、こっちがカラーコレクターと薄くファンデーションを塗っています。本当にこのベースだけで、まあ、カラーコレクトしただけで、もちろんここのボコっていうのはもう出ちゃうんですけども、色味だけで見てもらったらすごいわかると思うんですけども、この紫赤がかったものとかも綺麗に取れていて、この鼻の周りの赤さも綺麗に取れてるんじゃないかなと思います。はい、ではこちらの方もやっていきたいと思います。締めにはですね、濃いめの方のこちらを使いたいと思います。もう小指の先にとって、もうかなり染みが濃いので、もうかなり濃いめのコンシーラーじゃないと取れないんですけども、一応ね、下地で風に作っておきます。ではまた上からファンデーションを塗っていきます。いかがでしょうか。こちら両眼とも塗り終わりました。で、これはカラーコレクターとファンデーションだけなんですけれども、まあ、コンシーラーではないのでこのシミも完全には消えないんですけれども、まあ、普通にファンデーションだけするよりはちょっと色が薄いかなという感じです。でもそれよりも本当に目の下の暗さとか鼻周りの赤みっていうのがちゃんと消えてるかなって思います。はい、では今からパッとメイクをしてまた戻ってきます。はい、出来上がりました。まあいつも通りメイクをしたんですけれども、最後の一色ハイライトの色なんですけれども、こちら中心の色なんですが、こちらまだやっていないのでやろうと思います。見えるかな、このツヤツヤになる感じ。こんな感じかな。まあ、あっさりとっていう感じになります。まあ、ちょっと薄くツヤ感が出るかなっていう感じになります。はい、というわけでですね、今回こちらのキコのカラーコレクターを使った、まあ、レビュー兼チュートリアルみたいになったんですけれども、いかがだったでしょうか。で、こういうカラーコレクター、まあ、キコはですね、イタリアから出てはいるんですけれども、今いろんな国でも発売がされています。ただ日本ではほとんど入ってきていないので、ちょっと買うのが難しいかと思うんですけれども、最近アメリカにもできたのかな。で、もういろんな日本のメーカーからもこういうカラーコレクターが出ているところもあるので、ぜひ探してみてはいかがでしょうか。で、私がおすすめなのはちょっと固めのテクスチャーでちゃんとカラーが肌に
肌にのせた時に色が出るもの、そうじゃないと全然カラーコレクトをしないので、色が出るものをおすすめします。はい、なのでこれは本当に頼んでよかったなと思います。もうずっとこの小鼻の周りの赤みが気になっていたので、これでちょっとは軽減されたかなと思います。はあ、本当にもうこのクマが嫌だでちなみにですね、こちらはイタリアで、およそ、まあ、14ユーロぐらいで売ってます。キコはね、プチプラのブランドなので、これ結構大きめなので、そんなにすぐにはなくならないので、コスパもとってもいいかと思います。はい、というわけでですね、こちらのキコのカラーコレクターを使った、まあ、チュートリアル兼レビューに、簡単なレビューになりましたけれども、いかがだったでしょうか。はい、もし気に入っていただければサムズアップとチャンネル登録よろしくお願いします。 Alright, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!